オープン AI が GPT3 の中で使える言語モデルで新しいのを出してきました。でそれはああのテキストダヴィンチ003というものを出してきて、えー、とこれ、すごく評判いいんですよあので。一昨日出たばっかり、一昨日っていうのはいつかというと,、えー、と、11月29日火曜日に出てきて、今あの、12月1日で収録してますけど、出たばっかりで、何人かの人がレビューしてますけど、みんな褒めてます。 これはすごい、すごく進歩したねって言ってて、外して評判いいんですよ。うん、で、私も使ってみましたというんで、レポートしたいです。はい。<laughs> まあ、広島お約束で誰に欠か,かせましたけども、<laughs> はい。何言ったらいいんでしょうか。<laughs> でも何、どういう、えー、っと、<laughs> いや、星楽起きたおじさんが、えー、っと、AI とチャットしてる。 というふうに書いたはずなんですけど、はい、チャットしてる相手の AI のは、このパソコンなのか、この女の子が AI なのか、よくわからんですっていう。うん、はいはい。で、そういうわけでテキストダヴィンチ003の話をしますって人たち言ったか。はい、でえ、それで、そういうわけで、えっと、2日前これをリリースしたと。で、これなんかとても地味な。 リリースというか通知の仕方で、えっと、登録ユーザーに対してメールで通知したんですけど、公式サイトに行ってもなんかブログとかそういうのが上がってないっぽいんですよね。なのでなんかそーっと なんかリリースしたみたいな感じですね。で、い、えっと、くと利用可能で、えっと、もう003がデフォルトのモデルになってます。出返して評判高いんで、ね、私も試してみました。ということで、えっと、後であとで結果をお見せしますけど、こういう感じで、1年ぐらい前は何でもないただのダビンチだったのが、数か月ぐらい前はテキストダビンチ02だった。これが前身だったと。で、今、03が出てきたというんで、これを比較してみました。003について、えっと、これが私のところに来たメールのコピーです。えっと、日本時間で で、29日火曜日の7時24分に届きました。えっとインストラクト GPT っていうモデルがあって、それをベースに作りましたっていうのことを、それのそれに上になんか立て回しするような感じで作りましたとか言って、で、えっと、改善点がい,いくつかありますと言ってるわけですね。で、このところが良くなったと。えっと、えー、出力してくる文章のクオリティが上がったとか、えっと、うん だからまあアプリケーションの質があるでしょうとか、よりえっと複雑なあのインストラクション、プロンプトに対してちゃんと返してくると。だから、よりクリエイティブな結果を返すとか、返ってくるとか。それからえ あの長い文章を生成するのも得意になったよと、たなことをあの言ってます。で、例えばつって言って、なんかウェブのアプリケーションを開発するのに、バックエンドとしていいツールは何と、それぞれのいいところと悪いところ教えてって言ったら、一般論しか言わなくて、えっと、まあ、 ルビー、レールズって何か3つぐらいあって、それぞれいいとことそれぞれ悪いとこがあるから、あったものを使うことが大事ですよって、当たり前の、<laughs> 当たり障りのないことしか言ってないのを、えー、3に与えると、もうこの3つについて、それぞれいいとこと悪いとこいいとこと悪い,い,い,と,こと,悪いと,こと言ってくるんで、こっちの方が使えるでしょうというふうなことを言っています。これはメールについてたんですかメールについてました、これは。 それで、えっと、今行くと,、えっと使えるのはこのぐらいあのモデルの選択肢があって、古いそのダヴィンチとか1、2とかこういうのも残してあるので比較、比較テストしようと思えば今でもできるという過去に遡ってあの試してみることもできるというふうになってます。あと、コードを吐き出す方法は中2種類用意されてます。あこれはあれですね、あのインストラクト GPT っていう、これの上に立てたよっていう、元の方なんでちょっと古いんですけど、えっと 1> 1月ですね今年1月に出た話で、えっと、これが、えっと、その前の、えっと、002に比べればより 本当のことを言ってくるようになったとか、あのそこ毒づいたりするようなことはあのしなくなったとあの、少なくなったってことを主張してて、どのぐらい少ないかっていうのとを比べて、GPT に比べてインストラクト GPT の方が、まあ、毒はちょっと減ったとか、あの変な元素っぽいあの、ナンセンスなことを考えるのはだいぶ減ったとか、なんかそんなようなあの改善点が主張されています。それ からあこれも、これあの、えっとアラン・トンプソンさんのサイトで結構こういう資料が載ってて、まあ、同じことですけどね、あのレス・ハルシナというになったとか、モア・トゥルース・フルになったとか、まあ、こんなようなことを。あ,あと、1.5年分新しい知識が入ってますよということで、えっと、2021年10 6月までの知識が入ってますよということですね。あのインスタクト GPT っていうのは、はい、さっきのたくさんのモデルの中でいうと、どれになるんですかデータってて書いてありましたねこれ えー、とあダヴィンチインストラクトベータとキューリーインストラクトベータ、はい、これのことだと思います、きっとあは。今回のやつとはまだ違うわけですね。そうですね、はい、こ,これの上にさらになんかデータ足したか何かして、はい、ダヴィンチ003にしたということですね。はははい、はい、はい えっと、でこれもトンプソン先生の、えー、サイトですけど、これ、右が横軸が時間軸ですよね、でもうなんか GPT3、<laughs> GP <T 3 笑> 過去のものじゃないですけど、ずいぶん左の方にいてあの、メタが同じサイズのこれ、75、OPT ってのを出してきたとか、ちょっとギャルってこれ、何者だか知らないんですけど、なんか出てきてるなとか、こんな、ありますね。う だからもう今となっては GPT よりでかいモデルは結構あっちゃこっちゃにあるよって話ですね。で割と新しい情報ですね、こっちは。これはだってもう本当につい最近ですよ。あの2022年12月までのっつって今1日なんですけどみたいな。あれおかしいな。<laughs> 時差があったらちょっとまだそうですよね。今日しか、なか,なてないからい。<laughs> 本当ですよ。 <laughs> はいえっと、それでそのトンプソン先生ですけど、えっと、この、えー、モデル003についてあの YouTube 動画上げてる人は今のところ世界で4人だけです。であのウェブサイトにはウェ,ブにウェブの記事とかブログがさらにいっぱい載ってるんですけど、一人がトンプソン。でこれはもうあの アナウンスがあった当日にライブ配信して、もう配信しながら使って、あなたこうなったって試してるんで、えっと、動画1時間23分で、今振り返ってみるとちょっと上々であの見るの辛いんですけど、まあ、いち早くやってくれたってことですね。うん、それからこれ知らなかったんですけど、All About AI っていう動画があって、えっと、これも 当日に動画を上げてて、I、m p r e プレス d ってのを連発してますね、すごい感動した、素晴らしいだからやっぱりその良くなったっていう、この差分の良くなった幅があの非常に大きいっていことで絶賛してますね。 それから、えっと、私、これよく見るんですけど、マット・ビットプロさん、ま、のは名前をマットさんって言うんでしょうけど、アメリカ英語で非常に流暢に喋ってて、多分は博士課程の学生とかそういうなんか若い人なんだと思いますけどね、あの非常に分かりやすくあの解説してくれてます。で、えっと、この人が使った感想では、詩、えっと、を生成して,て、てポエムを書いてくれって言った時に、ちゃんと韻を踏んだ上に全体として意味が通ってるような詩を書いてくるんで、これは2ではできなかったことなんです で、あのこれの進歩は大きいと素晴らしいと言ってに褒めてますね。それからこれよく知らなかったんですけど、まあこれもあの返して褒めてて、more structured とか doing better job とか。 であの2に比べて3がだいぶ良くなったというわけで、なんかあのあら、あの大方の人があのウェブサイトとかブログとか見ても、多くの人が褒めてる、絶賛してるあのモデルですね。だからまあ、これをもって、えー、オープン AI 側が GPT3.5 シリーズの一つだって、あの高らかに自慢してるのも、まあ、名なけるのかなと思うんですが <laughs>、自分のやった結果はちょっと後であの言います。 えっとそれで初期画面、こんな感じですね。えっと、ここであのこうプルダウンがあって、モデルを選べるんですけど、もうすでにあのこの最新のやつがデフォルトになってます。それから、はい、でプルダウンするとこんなの出てきて、これさらにスクロールバー下げられるんですけど、こういうふうに選べるんですね。これ、多分新しい順だと思います、きっと。ただ、大きい順ではなくて、小さいのも入ってるということですね。でそれぞれぞこう カーソルを置くと、パッと説明文が出てくるんですけど、まあ、これは4000トークンまで増やしたよとか出てきて、で、こういうところにカーソルを置くと、小さいなりにこれこれなら得意よ。あの文章の,あのクラスター分けとかするううんだったら得意だよみたいな得意なことがそれぞれ書いてあります。あそれで、ここから結果なんで、ここら辺で一回、はいはい、行きましょうかね。はい,はい。 課金っていうのはどうなるんですかあ安いって言ってます。えっと、モデルごとに単価が違うんですよ。え,ええ。ええ、だから、生成したトークンあたりの価格っていうのがあって、ええ、で、えー、っと、具体的な数字を忘れましたけど、ええ、安いです。えっと、うん、お金使わずに使えるああ、えー、っと、あえー、っとどっちだったかな。えー 最初、何回分かあるいは18ドルだったか、ちょっと画像生成で混乱しちゃってあの課金システムが違うんで、どっちだったか忘れましたけど。<あ>あ<の>今からなんか新しくアカウント作った人みたいな場合だと。 ね、はいお試しで、はい、何回かはタダで使いますで使う。それを使い切るとお金払ってねって言ってきます。うん、セーラフコースさんはどれくらい使ってるんですか、今。<laughs> もうだいぶ使いましたよ。なんかそれもややこしくなってます、どれに使ったかとかが。そう,そうそうそう、そうもう自分でよくわかんなくなってます。あ<ー> <laughs> なるほどじゃあこれあれですね結構ホットトピックスだから早く出した方がいいわけですねあそうですあの割と旬な話題で、ね、あのあの YouTube にこっちの方が先に上げたよっていうのは自慢したいですねで中身が結構あれですね、うん、あのいいっていうことだったらこれから1ヶ月ぐらいの間ですごい話題になる可能性があるわけですねそうでいやすでにあれなんですよ応答が遅いし あの時時たま今混雑してるから後でもう一回入れてねとか言ってくる時あるので <laughs> 結構今こう殺到してる空気を感じますそれはもしかしてあれですか<ー>この問いに対する答えで答えてくるんですか？いやいや違いますあの答えるべき <laughs> 欄の下に。 資格が出てきてそこにごめんなさいメッセージが出てくるんですよ。ああ、そうか。その問いに対する答え。いや、じゃあそれじゃかなりメタレベルが入っている。う確かに人と話してるとそうなりますよね。問いに対する答えと答えられないという答えがメタレベルが混ざってきますよね。はいはい。そうなって一応区別してます。わかりました。とりあえず前編ということで後編は実際のあのあれですね使ってみたっていう話になるわけですね。はい。